はい、皆さん、おはこんばんちは、シュヤです。バイオハザード7の、2週目はね、VR なしでマッドハウスモードでやりましょうということで、コンティニューではなくニューゲーム、ね、カジュアル、ノーマル、マッドハウス。今回は VR じゃないんでね、しかも1週目やってるんで多分大丈夫だろうということで、マッドハウスでカセットテープなんだ、タイプライターじゃねえんだな。オートセーブの箇所が少なくなっていて大変だぜと。逃げ場のない死の恐怖に立ち向かいたい人向け。さあ、それじゃあ行こう。オープニングが気に、おっと、びっくりした。どうしてもあなたに、すごい画面が大きい。あ、いいニュースよ、もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。待ち遠しいわ。これね、早く素敵な旦那さんに会いたい。編集してて思ったんだけど、すっげえ斜めになってたね、このムービーシーンすら。もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたは思ってるから。スカイプかな、ビデオレターってやつだね。あー、そう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 、これあったあった。イーサン、録画始めてる。あなたに私嘘をついた、ごめんなさい。もうオープニングはいいか。メッセージを、もし気になる人は1周目を見てください。あ、でも1周目 VR で見にくいからな。私を探さないで。探さないと話始まらないからな。探さないわけにはいかない。ちなみにね、ノーマルとマッドハウスでは、コインとか人形の位置が違うらしいからね、また位置から探索し直しなんだよね。まあ、そもそも1周目でどこ探したかなんか覚えてないけどね。俺は心配ないよ、大丈夫だ。すごいすごい綺麗な景色。というわけでね、ムービーは飛ばしますんで、気になる人は1周目をお楽しみに。詳しいことは分からない。あれ、わからないけど、飛ばせない。とにかく彼女から連絡があった。飛ばせない、飛ばせないから見ようか。でも迎えに来てくれと。彼女はどこに。ダルベイだ、ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。カメラ操作、右スティック。VR の時はね、顔の移動でカメラ操作だったからね、ずっと上ばっか押してた。右スティックの正面を向くが右スティックの上だったと思う。さあ、行きましょうか。これね、勝手にカメラぐるぐる回って大変だったんだよなVR モード。でも今は大丈夫。走りは左スティック押し込みだっけ。何のためらいもなく駆け抜けるイーサンよ。お前、貴様初めてではないなってディオ様に言われそうな。ここなんかあったっけな。ただな、ナイフもまだ何もないしね。防御 R が回復、十字キーで武器、 L2 で構えて R2 で攻撃と。ようこそ。まっすぐにしにくい。裏に何かある。後ろのあれは光か人形じゃないな。わーうか。それはバイオ4だ。恵みを受け入れろ。ダッシュ。初めはね、銃もナイフもないから多分ね、人形もないと思う。攻撃できないし、壊せないし。お、ファミパンおじさん。消えんの早っ。まあ、別に早時を狙っているわけじゃないんでね。一周目のビクビクしながらね、やってた時を思い出すな。
ノンストップだよ今じゃ。さあ、オートセーブがどこでしてくれるかなんだよね。オープニング見直せって言われると本当怒るよ。オートセーブの数が少なくなっています。このブランコで遊んでいこうぜ。いまいちここのね、幽霊が現れる条件分かんなかったしな。真っ暗じゃねえか、さすがに暗すぎるわ。あ、閉まってんの。閉じ込められたって、これおかしいよな、すでに。勝手に動くの怖えって。あの、まだ敵出ないの知ってるからさ、何のためらいもなく行くけどさ、いつ出るんだっけ。これはミア、ブラッドミア、違う作品が違う。テレビテレビ、ミアからのメール。これは、あー、今見るとね、わかるね、あそこかっていう。捕まってたとこじゃないかな。調べられない。まだ条件足りなかったっけ。あー、仲の良さそうな家族ですね。さすがにね、武器取るまでは戦わないから。上だっけ。レオンだったらさ、あの窓ガラスパキーンって割りながら突っ込むよね。はい、セーブセーブ。とりあえずビデオテープを手に入れ、ああ、やっぱいるのか。で、これがセーブね。2個 OK。 アイテムスロットの確認で、電気が通ってないだよね。反応がない。 L1 がガードね。ビデオ見なきゃいけないんだったっけ。この人形が消えてるんだよね。体験版の時に大量にあったのに。趣味が変わったのかな。で、どうやらビデオは見ないと、ここ反応ないみたいだな。体験版のやりすぎ、あ、いけるじゃん。ビデオ見なくていいじゃん。いや、敵出ないのね、分かってるはずなのに超怖いんだけど、なんで。これ敵いないの知ってるはずなのにすっげえ怖いんだけど。いやー、落ちりゅう。くそ、懐かしい。一周目の一番初め、これなんかここ通れねえんだけどって言ってたとこ思い出すわ。来たねー。なんか感染しそうでやだよ。あれ、なんだか前に行けないんだけどってここで言ってたんだよね俺。死体に詰まってたんだよ。こここれブク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 。つまらなかったね今回は。おお、これ、あ、なんか先行けねえんだけど。死体じゃねえか。一周目は本当いつ敵出てくるかってビクビクしながら言ってたけどね、出ないの知ってるからな。で、思いのほか早い再会ってね。これもちょっとびっくりしたね。もう会えるのかよって思ったんだ。ミア、ミア、
いたいた。気づけ。あ、これか。これなんだったっけ。代替脂肪添加、脂肪添加。チェーンカッターね、スパロボの必殺技みたいな。いきなり助けれるんだったっけ。はい、カチッとね。強い。ミヤ、よし。バイハザード7缶。ミヤ、見つかってよかった。見つかってよかった。イーサンだ。おそらイーサン。イーサン。大丈夫か。どうしてここにいるの。どういうことだ。どうしてここにいるの。君が呼んだの。君が呼んだの。私じゃない。私が誰にも見られてない。お前も家族だ。あいつ他に誰かいるのか。一体何があった。あいつが来る。早く逃げないと。今すぐ逃げるの。早く逃げよう逃げよう。よし逃げるぞ。俺の方が前を歩くレベル。前に行けない。どこに行く気だ。安全な場所よ。安全な場所に行こう。君は3年も行方不明だった。3年も。3年ぶりに話したって違和感ないなんて。生贄の夜を思い出させる。大丈夫大丈夫。一番初めに襲ってくるのお前だから俺知ってるから。どうした。なんだこの場所は。何をされた。後にして。まずはここから出ないと。2周目だから。確かこっちのはずよ。防御しとこう。大丈夫、誰もいないから。一番初めに襲ってくるのは君だからね。壊せる人形あるかな。説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない。私は知らない。呼んだだろう。呼んでないわ。知らない。ちゃんと話してくれ。わからない。私が知ってることはもう全部話したわ。ほとんど話してないんだけど。あいつが来るしか言ってねえじゃん。そっちで会ってるのか。あの一家が食事を運んできたから覚えてるの。さあ早く。細い。よかったな貧乳で。巨乳だったらね詰まってたよ。地図やっぱ見れるんだなこれ。ここよ。ここだわ。ここよ。おお、家に帰ってきたよ。があったはずよ。間違いないわ。あ、なんかある。ドアがない。E00。ドアがなくなってるわ。何を言ってるんだ。おばあちゃん。来てくれたから家族になれるわ。お、ファミパンかい。ここにドアがあった。お、あ、人形ある。あら、かわいい。あら、かわいい。何があったんだい。ミヤ、もう連れて行かれたのかい。さすがに最初の頃とかちょっと覚えてないんだけど。待て、ミヤをどこに連れて行くんだ。消えた。あれ？おかしいな。あれ？
ドアが増えてんじゃなかったっけ確か、ここにドアがあったはずなのにっていうところの奥じゃなかったっけな。だからどこだ、こっちまで戻る必要はなかったんだね。だから一周目も同じようなことをした気がしてきたぞ。この右、ここか、ここだな。よしよし、ちょっと無駄足を、あ、ここここここ、ミヤが連れて行かれたはずなのに上にミヤがいる。お、開いてくれるじゃん、ありがとう。壊せる人形とかさ、この辺の下とかなかったっけ。もしもし、私リカちゃん、一応通じてるんだよね、これ電話線は。プープー言ってるから。お、見取り図。いいね。トイレに銃があったのは体験版か。お、回復薬。あ、間違えて R1押さないように気をつけないとね。回復薬2個もある。おい、マッドハウス、ハードモードなのにそんなにいっぱいくれていいのかい。で、ここに戻ってくると。開かない。どういうことだ。お、斧かなんかで打ち破るんだっけ。これで開くんだったかな。あれ？ミヤを探す。物音を調べる。調べられない。ここだっけ？もう一番初めの頃なんて、もう過去の話だよ。開かないぞ。ここはオプションだよな。アイテム見れるのももうちょっと後だったはずなんで、戻りゃいいんだっけ。電話か。そんなおっかなびっくり。違うな。声がする。イエー、来た来た。逃げるんだったか。いや、どうしたんだ。うおー、やめて、逃げろ。逃げるんだよ。ガード持ってる。やめてDV よ DV よせ、やめて。 DV はやめて。ここはイベントだから体力減らないよね。死んでしまいます。刺さった。正気に戻ったか。ミヤ、声が聞こえる。あの子が私の体の中に。それは幻聴だ。やめて、出て。そういう理由でナイフで包丁で刺されるこっちの身にもなってくれよ。私が悪いの。そうだよ。ああ、どう考えても俺は悪くねえよ。ミヤ、なんでこんな。なんでことだ。回復薬を使おう。ああ、よかった。消毒すれば大丈夫だ。開くんだっけ、ここ。開かねえ。
おう、やめて、やめて、手首を、お前柔らの、やめて、斧だ、やるしかない。いって、あ、死んだ。これどこまで戻されるんだ。オートセーブ一応あるはあるんだな。これどこだ。ここの回復薬取るところからなんだったら、これはあれだな、節約した方がいいな。でここ無理なことを確認して帰ったらもうバトルだから。結構ねセーブ厳しいっつってたからね。ここはムービー扱いじゃないね。これは節約した方がいいな。回復薬1個で何とか倒したい。これぐらいの戻しならいいよいいよ。回復薬をある位置やめたいんだ。攻撃手法として間違って何回使っちゃったか。やめてやめて。でも R2 連打なのか押しっぱなのかよく分かってないんだよね。2回殴られると死ぬことが分かった。えい、今 L1 をしながら R2 連打するだけの簡単なお仕事中。死んだらどうする。で今から頭をどんどんと。声が聞こえる。あの子が私の体の中に戻ってこようとしてる。ドーン。私を一人にして。そしてドーン。とどめにドーン。当然の罰よ。よし。あ、そうか、ここ気にしなくていいんだっけな。ファミパンお兄さんに捕まったらアイテム全部取られた気がするんだよな。だから回復薬は2個使ってもいいって言ったらいいんだと思う。食らった状態でミアと戦うのは厳しいものがある。で開かないの確認してもう一遍調べると、よしよし、やめてやめてやめて、私に構うな、構うなとか言いながら、ゲッチャ、下がれ、かわせかわせかわせ、よし、オラファミパンじゃ、ファミパン、こっち、あれ回復もう一個残ってたろ、使わせろ、よし、よかった、使わずに済んだ。あ、顔色が戻った、正気に戻ったんだね、ミア。あ、よかった。なんもねえな。攻撃もできないし。あ、電話だ。ちょっと電話出てくる。もしもし。ここに来るんじゃなかったね。あ、誰だ。誰だ。一体何が起きてるんだ。私はゾイ。屋根裏から逃げられるよ。ゾイ。今回はゾイを助けないと。屋根裏。今すぐ行って。早く。屋根裏に、屋根裏に行くんだ。消えてんだよね、確か。はっ、いない。回復しておこうか。この次のイベント戦。どこで手に入るんだったっけ。ボーン、ビクー。なんかね、体験版はめちゃくちゃやったからね、体験版とちょっと混じってるんだよね、アイテムの場所が。 ここにあったのは体験版だけだっけ。
銃取ってからだったかな、次狙われるの。脱出しよう。そう、今武器ないもんね。屋根裏に行こうにも今電気が通ってないはずなんだよ。マネキンどこ行ったんだろうな。反応がない。チェックポイントがハードは減ってるからね、ここでセーブしておきたいんだよ。ひたすらまたミヤからやり直しになるんだけど、その後のことを考えないとね。どこにあるんだったかな。ねちょー、ヒューズ、ヒューズ、カラス、ヒューズぐらい入れとけよ。出すと汚いな感じだな。ところが何にも出てこねえ。はいはいはい、ゴキブリか。なに、なんだちくしょう、なんだちくしょう、ゴキブリか、手を張ってるぜ。これはこれファミパンおじさんか。ここでは使えないって。使えるだろ。あ、後ろバツで振り向きね。オーケーオーケー。ここだっけ。あ、あったヒューズ。一応ここ脱出しようとしておこうかな。人形落ちてくんだよね、懐かしいな。体験版思い出すわ。結局あそこは開かないかったけど、やっぱりちゃんとビデオ見なきゃダメだったのかな。体験版ではあそこにテオノが入ってたんだよな。来るか、まだだよな。このヒューズを入れた後だよな。このセーブのさ、カセットも回収されるんだね。セーブしとけばよかったってなりそう。いやー、俺の手が、俺の手が取れるとこだ。L1 押し、おい、後ろに何隠してるの。やめて。よくやりやがったな、このクソ野郎が。やめて、やめて。あー、ピックが、ピックがドライバーだ。やめて。ああ、抜こう。チェーンソー持ってきた。今どんな気分か教えてよ。やめて。ああ、俺の手が。俺の手が、俺の手がなくなっちゃったよ。さあさあ、なんてことするんだい。よし、手を回収していこう。なったと。手回収と。ふう、よかった。ちゃんとね、あのアイテム欄に。アイテム欄の見方ってどうだっけ。三角か。はい、ちゃんとね、左手。宮に切り落とされてしまった左手。まだ温かいんだよ。大丈夫、まだ死んでない。ヒューズ入れたから下ろし、ここはセーブしとくべきかな。負けたらどこまで戻されるかわからないし、セーブしておこう。